今年の夏も今のところの予測だと暑い夏になるかもしれないと言われている中で、なんとか1000人を切って、最終的には熱中症による死者数ゼロ。環境省は去年、関東甲信地方で試験的に導入した熱中症警戒アラートを28日から全国で運用します。 熱中症警戒アラートは、予想気温や湿度などから熱中症の危険が極めて高いと判断されたときに、都道府県ごとにアラートを出し予防を促すものです。警戒すべき日の前の日の午後5時と当日の午前5時に発表され、LINE でも通知を受け取ることができます。熱中症による全国の死亡者数は3年連続で1000人を超えています。